メコ VS ダンボールナメコ、仁義なき日本勝負。赤あげて、下ろして、白あげて、白を下げて、OK です。やべえ、緊張する。難しい。まあちょっと悪いんですけど、めっちゃ難しくしときました。やりました。だって、いや、でもテストしてない。テストプレイはしてないです。しよう、次から。はい、じゃあちょっと2人ともできないかも。はい、私がどんどん指示を出していって、はい、で負けが出たらクリスが止めてくれます。わかりました。はい、じゃあ第1ラウンドいきます。はい、赤上げて、白上げて、白下げないで、赤下げる、赤上げて、白下げて、赤下げないで、白上げる、赤下げて、白下げて、白上げないで、赤上げる、赤下げて、白上げて、赤上げないで、白下げる、赤上げて、白上げて、白下げないで、赤下げる、赤上げて、白下げて、赤下げないで、白上げる、白下げて、赤下げて、白上げないで、赤上げる。ちょっと待って、もうちょっと早くしよう。ちょっと2人とも強すぎる。反射神経がいい。じゃあ今レベル1だったんで、はい、レベル2。15ぐらいでしょ。あ、レベル15ぐらいでいきます。なぜならもう8時半だから。じゃあ行きます。なめこさん、なめこさん、毛並みが、毛並みなら前でやった。ちょっとメイク入ります。ちょっとなんか毛並みが気になった。あ、ちょっとやめてください。レベル15で、レベル15で第2ラウンドいきます。はい、いきますね。赤下げて、白上げて、赤上げないで、白下げる、ぐるっと回って赤上げる、赤下げて、白上げて、赤上げないで、白下げる、赤上げて、白上げて、白下げないで、赤下げる、赤上げて、白下げて、赤下げないで、白上げる、白下げて、赤下げて、白上げないで、赤上げる、赤下げて、白上げて、赤上げないで、白下げる、ぐるっと回って赤上げる、赤下げて、白上げて、赤上げないで、白下げる、赤上げて、白上げて、白下げないで、赤下げる、赤上げて、白下げて、赤下げないで、白上げる、白下げて、赤下げて、白上げないで、赤上げる。そこ旦那目さんの負け。うわー、すげー。 すげー。思ったよりナメコが強い。 いや、思ったよりか、ごめん、ビッグビッグはいないんだけど、意外といける。第1ラウンドはナメコさん勝利で、あー、乾杯ですわ。今ぐらいのレベル感どうです？まだいけました。まだいけない。じゃあ、ちょっと頑張ります。ラウンド2はレベル30ぐらいです。はい、じゃあラウンド2、レベル30で噛んだら、カラテルかも。あ、わかります。ちょっとね、噛みそうで、噛みそう、噛みそうだった。はい、いきます。じゃあラウンド2いきます。赤上げて、白上げて、白下げないで、赤下げる、赤
上げて白下げて赤下げないで白上げる赤下げて白下げて白上げないで赤上げる赤下げて白上げて赤上げないで白下げる赤上げて白上げて白下げないで赤下げる赤上げて白下げて赤下げないで白上げる白下げて赤下げて白上げないで赤上げる赤下げて白上げて赤上げないで白下げる。判定は旦那目勝ち。第2ラウンドは旦那目さんの勝ち。いい勝負。1対1の引き分けです。今回はまさに互角でしたね。結構いい戦いでしたね。全然見てなかったけど。改めてお願いします。はい、各自20秒ずつ順番に行っていただきます。真ん中を基準に真ん中左右の線をまたぐごとに1回カウントします。はい、で左右の線は触れるだけで OK です。はいはいはい、完全にまたがなくても OK です。はい、大丈夫です。左右これ黄色い線だなめ、はい、なめこもこれ黄色い線です。いえ、なめこはこの白い見える、あ、これか。はい、これ楽勝じゃん。いや、ちょっと待って、これね、はい、絶対なめこ勝つじゃん。やってみるやってみましょう。はい、じゃあ先行後攻、今日は旦那目さん先行で。あ、旦那目先行、はい、わかりました。お願いします。はい、じゃあもう早速行きましょうか。はい、ちょっと待って、はい、ちょっと時計外していい？本気重くてさ、ちょっと待って、買う、なんか言ってね。もう始まるの？あの、用意スタート。あ、用意、はい。じゃあ、いいですか？え、準備は。よくないけど、いいよ。よーい、スタート。あ、滑る。靴下滑る。9、頭が、超えてる？これ、線。めっちゃこの緑の線。終わりです。失敗してない。私ちょっと数え間違えます。なんか本当は真ん中数えなきゃいけないけど、もう一回。もう一回やる。もう一回。時間もないのでじゃあ。はい。はい、やれば、はい。ひどくないそれ。はい、すいません。はい、よーい、スタート。2、3、4、5。あ、もう足が
あの、みるみる機動力が失われてきたね。10秒過ぎた。靴下は大丈夫ですか？靴下はね、大丈夫じゃない。裸足の方がいいのかな。裸足になるわ。ちょっとやってみる。ちょっとやったらそれだけで。では、日本勝負の1本目は旦那目が旦那目の勝ちです。で、旦那目が何回？46回。旦那目46、なめこが40回。なめこ40、はい、46対40で旦那目の勝利です。じゃあ2本目いきましょうか。3本目ですね。お願いします。3本目。あ、俺は3本目か、はい、ちょっと待って、乳酸がねとんでもなく溜まってる。よし、OK ですか？はい、いいです。それでは、用意、スタート。限界を超えた。正しいやつ。54回。54回。熱い。じゃあ最後2本目、強敵だね。お願いします。なめこさん頑張って。もしくはタフマン。ということで日本勝負2本目はダンボールなめこ54回、なめこ67回でなめこさんの勝ち。ありがとうございます。ということで今回の反復横跳び対決は、33歳がちょっと限界に迎えてます。全然息が整わないですが、1本目旦那目勝利、2本目はなめこさんの勝利ということで、日本勝負この度は引き分けということで点をください。はい、シリーズ王です。あ、シリーズ王、はい、これですね。そうです、はい、この虎の方の範囲、これ、はい、はい、ちっちゃい方の範囲内でやっていただきます。うん、で、片足でもその範囲の外に出たら負け。こう内側に入ればいいですか？はい、それは大丈夫。これで足が動いたら負けってことですか？そうですね、あの出ちゃったら出ちゃう。で、横は？横もダメ。え、だから動いちゃダメってことですね。まあそうですね、はい、動いたらダメ。じゃあ足が動いた方が負け。出る。出た方が負け。出た方が。ラインから。こういうことです。そうそう。あ、そういうこと。はい。横でも負けです。横も負け。うん、あ、はい。わかりました。はい。はい、シリーズも。はい。はい。で、2本目は、はい、ガチ相撲。ガチンコ。はい。その広い範囲。ああ。広い範囲でこの白いこれで。そうですね。丸じゃないんだ。ちょっとね、絵的に丸が難しい。なるほど。はい、こんなとおり。はい。で、これ立ち合いの線が、はい、これです。はい、はい、あるので、ちょっとなめこさん頭の下の
ずるくね。いやいやいや、で旦那目これ。はい、じゃあさ、なんかめっちゃ遠くからさ仕切るとかもうできないじゃん。そうです。わかりました。はい、はい、OK です。いやガチンコね。です。いやちょっと高ぶりますな、はい、僕もね相撲といえばガチンコですから。はい、はい、ではですね、旦那目さんも、はい、あのまあ、なめこさんも呼び出しをするんで、はい、一度かけて結構本格的。はい、あ、こっちじゃない。入りづらい。あ、はい、はい、わかりました。はい。ってか、旦那目の首がずっと切れてんじゃん。呼び出し、はい。東、旦那目の海。西、なめこ富士。めっちゃ本格的なんだけど。塩とか巻きたくなる。こうやってチリ相撲なんで、はじめ強く当たってあとは流れるガチンコ。あ、そう、はい。どうすんの。あ、はい、あ、そうか、チリ相撲、はい。あ、なめこさん、ちょっといい。なめこさん、半歩下がって、ちょっとなめこ強いんだよ、マジで。これでいい。はい、立ってます。映ってます。映ってます。はい、じゃあ見合って、見合って。見合ってない。見合ってないじゃん。いいよ。合わねえな。合わねえな。手越した方がいいかもね。もうじゃあ、今日残ったでいきます。はい、あ、今日残った。マジ強え。吹き飛ばされたんだけど。ぶちかましだよ、これ。ぶちかまし。強っ。やば。ちょっと待って。マジだ。命の危険。なめこさん映ってないって。なめこさんの勝ちです。やばい。ちょっと強すぎるよ。はじめ強く当たってってそういう意味じゃねえから。あとは流れでの流れが俺の方に来てるんだね。はい、いやー強い。すごい。さすがですね。じゃあもう2本目いっちゃいます。いっちゃいましょう。ちょっとさ、早く勝負つきすぎたんじゃないの。いい、もっといい。中、はい。じゃあですね、やっぱ本気出してきてた。そう、見合って。トン。あ、いっちゃいます。無理っすね。時間いっぱいまで使おう。なめこさんと旦那目の呼吸は勝手に合わせるってことだよね。はい。ね、OK。呼吸を止めて1秒だね。OK。はい。ちょっと競技が違っちゃうけど。やって。あっ、やっぱり。あっ、オッケー。寄り切る。あ、こうか。うわ。押し出しですね。寄り切った。寄り切ったよ、俺は今。悔しい。悔しいか。どうですか、皆さんの反応は。頑張った、なめこさん。2勝目した。おーって言ってます。もう一本やる。なめこは本来の力を出せてなかったんじゃないの。あ、まあ、OK。完全に今取り組みの後の床山さんに直されてるなめこみたいなね。もう一本やっちゃう。これはあれですか。で、今のは引き分けで、今のは引き分けなんで、ちょっともう一回取ろうよ。チリ相撲にする。で、日本競技が違うのもね、ちょっと変な感じ。じゃあチリ相撲にしましょうか。いいよ、チリ相撲で。
ちょっと怖いけどね。あ、またダメになってきた。もうちょっと半歩しよう。あ、オッケー。ちょっと俺腰落とそう。めっちゃいいな。すげえ。というわけで、仁義なき日本勝負第7回シリーズ相撲はなめこさんの勝ち。シリーズ相撲引き分けということで、ありがとうございます。